次に清水忠君委員長。清水君。日本共産党の清水忠でございます。えー、私も初子に対する質疑に入る前に一言桜を見る会について発言をしたいと思うんですね。実はですね、この桜を見る会に行きますと、あのお土産にお酒を飲むマスをもらえるんです。マスだけのマスですね。で、このマスがですね、インターネットの出品購入サイトメルカリに。 多数出展されておりまして、大体1000円からね、1500円ぐらいでね、売れてるんですよ。で、胸につける招待客のリボンとセットであると、2500円から3000円ぐらいで売れてると。で、その中で一番高価なものがですね、なんと、片山さつき前地方創生担当大臣の名刺なんですよ。で、この名刺の出品者はですね、 2019年、安倍晋三総理大臣主催の桜を見る会で、片山さつき政調会長代理本人より直接いただいたものですということで、値段がなんと1枚1万3500円、まだ売れ残っております。このマスがね ネットで売買されてるっていうことは、これ、金品の提供にも当たるんじゃないかということで、まあ、2人の大臣が相次いで,です、ね、公職選挙法違反の疑いで辞任をすると、でその中でこの税金を使った後援会活動ではないかということが今、疑われておりますのでね、やはりあのしっかりと調査していくということが大事だと思いますし、私たち野党そろって結束して追及をしていきたいというふうに思います。で国民ののの皆さんが怒っておられるるはこの桜を見る会の予算や招待人数は増えて ているのに一方で消費税の増税が強行されたことだというふうに思うんですよねで、今日はこの消費税の引き上げやあるいはポイント還元の導入がいわゆる地方のとりわけ過疎地の方々にまあ、どのような影響を与えているのかということについて、えー、北村聖吾大臣と議論をしたいというふうに思いますで、町費と仕事創生基本方針2019では 人口減少や高齢化が著しい中山間地域等についての言及がございます。ここでは地方の山間地域や離島なども、地域再生の対象として、集落生活圏維持政策を実施するとしています。しかし、10月からの消費税増税引き増税によりまして、実は地方に大きな矛盾と混乱をもたらしていると言わなければなりません。でこれはですね、キャッシュレス決済によるポイント還元についてなんです。 で現在、毎日10億円規模でですねポイント還元が行われているということなんですが、ここから大事、地方では使えない、高齢者では複雑すぎてよくわからない、結局、金持ち優遇で不公平じゃないか、まあ、こういう声が、このポイント還元導入前から上がっていたわけなんですよね。で、実はあの今年3月5日の参議院予算委員会で、世耕弘重前,前経済産業担当大臣をですね、 地方切り捨て、高齢者切り捨てとの批判に対して、地方とか高齢者が対象外だということは、これは当たらないというふうにしっかり述べておられるんですよね、えー、電子マネーカードについては地方のスーパーでも今、普及が急速に進んでいる、地方切り捨てではない、高齢者置いてきぼりではない、こういうふうに述べておられるんです。えー、北村大臣にお伺いしますが、今回の消費税導入に伴うキャッシュレス決済によるポイント還元事業。 これは地方や高齢者の皆さんにとって本当に切り捨て政策ではないというふうにお考えでしょうか北村国務大臣お答えいたしますキャッシュレス決済に伴うポイント還元制度については経済産業省で適切に 対応するものと心得ておりますので、いずれにしても地方創生を所管する私といたしましては、現場の声をしっかりと伺いながら、地方創生の実現に資するよう、全力で取り組んでまいりますとお答えします委員長清水忠志君。え実は昨年10月16日にです、ね、当時の片山さつき地方創生担当大臣が、このキャッシュレスの問題についてね、 発言されてるんですよ、記者会見で。で、何とおっしゃってるかと言いますとね、1、2年の間にどれだけキャッシュレスが浸透するかということになる。浸透しきれない部分にも、温かみがいくような対策を取らなければならない。こう述べまして、いわゆるキャッシュレス決済が進んでいない地域、地方ですね、それから消費者、こういった方々への支援が必要だと、こう述べておられるんです、ね、ですすねからあの決してですね。 あの所管と関係ないということではないと思うんですねで、そこで経産省にまず確認させていただきたいと思います、11月1日時点で、ポイント還元制度が使える加盟店の登録数が1件もない自治体、いわゆるその自治体の中でポイント還元できる店がゼロ、その自治体がいくつあるか、あるいは1店舗だけはありますよという地方公共団体、自治体が何件あるか、あいくつあるか。 それから、えー、ポイント還元できる店はあることはあるんだが、1桁台、10店舗に満たないという自治体数はそれぞれいくらあるか教えてください経済産業省、島田大臣官官房審議官お答えをいたします11月1日の時点で、全国1718市町村のうち、 加盟店のの登録数がゼロ自自治体は7自治体体はでございますまた、1店舗となっております自治体が全部で10自治体、それから9店舗以下、1桁台の自治体は154自治体ということになってございます委員長清水孝史君。資料の1をご覧ください、配布資料の1番を。 今の答弁いただいたようにです、ね、ポイント還元事業が、その自治体の中に一軒も利用するお店がないという自治体が7つある、読み上げます東京都、青ヶ島村、新潟県、粟島村,村、和歌山県の北山村、高知県の大川村、鹿児島県の三島村、鹿児島県の豊島村。 そして沖縄県の渡名喜村、これらはですね、その住んでる地域に1、ね、軒もポイント還元ができる店がないんですよね、でしかも1桁台しかないという自治体が154ということですから、全自治体の約1割でね、このようにいつでもどこでも使えるというような制度に今なってないということなんです、であの都会に住む人たちはあちこちにコンビニとかスーパーありますからね。 いつでもポイント還元の恩恵を受けることができるわけですが、地方に住む人にとってはです、ね、こうした事業の恩恵を受けることが今、できないわけですよ。でそういう点で、やっぱり最初に私、片山さつき前地方創生担当大臣がね、えー、行き届いてないところにも温かみのある対策をやらなきゃならないということを前もって懸念されてたわけですし、やっぱり地方切り捨てでない、高齢者切り捨てでないとおっしゃるんですけれども、実際ね、この資料を見ていただいたら。 地方や高齢者が、やっぱり恩恵を受けて今、今のところですよ、受けてない制度だということは認めざるを得ないんじゃないでしょうか、大臣委員長、お答えします。キャッシュレス決済に伴うポイント還元制度については、先ほども申しますように、経済産業省で所管していただいておりますから、 適切に対応するものと、おお、これますけれども。私としては、地方創生を所管する大臣として。現場の声を聞きながら、地方創生の実現を図る。これに全力を尽くさないかんと考えております。まあ。<ひ>そういうことで、取り組んでまいるということをご理解いただければと思います。委員長。清水大。はい、あの現場の声を聞いていただくという答弁はね、あの大切なことだと。 思うんですでただ私がここで指摘しているのはね、今、このキャッシュレス決済によるポイント還元事業が、やっぱり都市部と地方でね、受ける恩恵が違うんじゃないですかという問題提起なんです、でそれを具体的に表すためにですね、えー、経産省にも来ていただいて、このポイント還元の使える自治体がどれだけあるのか、使えない自治体がどれだけあるのかという事実をまあ紹介したわけですよ。 ですから、もちろんあの声を聞いていただくことは大事ですが、やっぱりちょっとこのことはちょっとこだわりたいのはね、少なくとも現時点では、都市部の方々に対して、地方に住んでおられる方々で言うとですね、だって住んでいるところにポイント還元使えるところないんですから、そういう点では不公平になっているんじゃないか、ここの認識だけ、ちょっと原稿を置いてですね、大臣の所見をお伺いしたいと思うんです。だって大臣はねこの初心で,です、ね それぞれの地域で住みよい環境を確保すると、こういうふうに所信で述べられたわけですから、ポイント還元使えない、ね、お店もない、そういうところには、ちゃんとね、温かみのある政策をしないといけない、今は不公平になっていると、その認識がなければならないと思うんですが、大臣、いかがでしょうか北村国務大臣。 答えします、まあ、ポイント還元の加盟店登録が全国津々浦々に広がるよう、今後はまず、個別周知勧誘、そういうことによって加盟店が拡大していくように、さらに、チラシ、ポスター配布や、全国各地でのキャッシュレスの使い方の講座を開催すると。 わかりやすい動画の配信を行う、またキャッシュレス決済に馴染みのない方々へ周知できるように、より多くの方々に参加いただけるように取り組んでまいる、経済産業省ともどもに力を合わせてやっていくということであります委員長清水忠あ君。やっぱりあの現場の実態ということをね、あの北村大臣、ぜひあのリアルにつかんでいただきたい。 で紹介したいんですけれども、私の選挙区、あの近畿ブロックなんですけど、2府4県なんですが、198の自治体がございますで。ポイント還元事業に加盟しているお店が、1桁台というのが18自治体あるんですね、近畿ブロックの中にも。それで私は加盟店がゼロという北山村周辺の和歌山県、それから奈良県、えー、この,あの山間地域を調査してまいりました。 どの地域でも共通するのがです、ね、とにかくそこ、使える自治体がありませんから、ポイント還元使える隣町のスーパーへ行くまでは、車で,です、ね、30分、40分以上かかるんですよ、運転免許のないお年寄りはです、ね、とても隣町まで行くことができませんし、バスに乗るというのであれば、1日に2、3便、1時間以上かかるわけですよね、ポイント還元を受けるのに、バス賃払わないといけないとで、もちろん村の中にはセブンイレブンなどの大手コンビニは一つもありません。 小さなな雑貨屋か移動販売があるだけなんですねで北山村で雑貨店を営んでいるあの年配の女性に話を聞きました、スマホは使わない、ポイント還元よくわからない、こういうふうに消費税の増税の負担だけが押し付けられて、地域は大変だ、こういうふうにおっしゃっておられたわけですよね。で大臣ね、あの先ほど、現場の声をしっかり聞きたいというふうにおっしゃっておられましたので、こういうね、 本当にポイント還元が使えないという、ね、自治体に、実際足を運んでね、現場をご覧になられませんか、なんでしたら私、招待しますんで、ぜひその気持ちだけ、まずここで確認したい北村国務大臣。聞いたことない答えで今後、委員のお勧めもございますし、はい、お時間をいただいて。<laughs> はい えまず第2期、町、人、仕事、創生、総合戦略、これの策定に当たらなければなりませんから、スーパーシティ構想の実現に向けた制度整備等を進めるにあたっては、まさに地域の実情をしっかり把握することが大事であり、視察先についても、そうした地方創生の取り組みの強化を図る上で、参考となる事例をしっかり見てまいります。まあ ということで、取り組むということ,をと。ご理解いただきたいと思います。はい、ます委員長。清水大臣、はい。最後にね、資料の、あの二を、配布資料の二を見ていただきたいんですね。これ都道府県別一人当たりの県民所得の数字なんです。で、見ますと、やっぱり都会の方は高いんですよね。東京都は五百三十七万八千円、一人当たりの所得ですね。愛知県は三百五十七万七千円なんですが。北村政悟大臣のですね、地元の長崎県は。 えー、238万8000円と、非常に都会とね、地方とでは、県民所得に差が大きいんですよ、このことはあのご存じだというふうに思います、で配布資料の3枚目を見てください、これは私の事務所で作成したものなんですが、あの消費税、えー、いわゆるその収,入に収入に対する消費税の負担割合のグラフを作ってまいりました。 例えば年収200万円から250万円の収入のある方の消費税の負担割合は6.5%なんですが、例えば年収が1500万円を超える、こういう方々の消費税の負担割合は2.01%、非常に低いんです、収入のほとんどを生活費に回さなければならない低所得者と違って、高額所得者の方々は貯蓄や投資に回せますんでね、消費税の負担は非常に軽くなるんです。 つまり私が何を言いたいかというと、今度の消費税というのはですよ、この逆進性があるわけですから、とりわけ県民所得の低い傾向にある地方に対して、大きな負担を押し付けたということになったと、こういう認識はお持ちではありませんか。北村国務大臣、時間が過ぎてますの、ね、で、お答えいたします。今般のの消費税率の引上げは 少子高齢化社会における社会保障の安定財源を確保するために、国民が広く分かち合うとの観点から必要なものである、一部の国民に負担を求めるというものではございません。また、今回の引き上げにあたっては、まず軽減税率制度を実施する、さらに幼児教育、保育の無償化を図る、そしてプレミアム付き商品券。 これの実現など経済の影響に対するものに十分な対策が講じられていると承知いたしております。以上です。もう終わりますか。はい。えっ、ー、と、広く分かち合っているっていうんじゃなくて、あのやっぱり高額所得者はそれほど分かち合っていないと消費税の逆進性について私証明しましたので、そのことを指摘した上で、まあ今回の質疑で明らかになったのは。 消費税の増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元事業においては、やっぱり地方、高齢者が置いてきぼりになっている、非常に不公平な制度である、そして県民所得の低い地方へさらなる痛みを押し付けたということだと思うんです、ぜひですね、低迷する景気と暮らしを立て直すためにも、政府として消費税を緊急に5%に戻すことを強く求め、そして足を運んでいただきたい、このことを強く求めて質問を終わります。